ビッカース A1E1、e、インディペンデント重戦車は、イギリスにおいて戦艦機に製造された多砲等戦車である。ビッカース車によって戦艦機の1925年に製造された。試作段階にしか達しなかったものの、多数の戦車の設計に影響を及ぼした。戦車に A、早期式走行車に B、送輪式走行車に D で始まる。 参謀本部正式番号を付与する方針により、イギリス陸軍初の正式重戦車として、A1 の参謀本部正式番号が与えられた。これに一番目の試作車を意味する E1 を加え、A1E1、e、とされた。インディペンデントは実戦には一度も参加しなかったが、各国陸軍は本社を模倣した。A1E1、e、のデザインが影響したとみなせるものとしては、 ソビート連邦の T-28 中戦車と T-35 多方島戦車、ドイツのノイバウファールツオイク、さらにイギリス軍のマーク3中戦車と巡航戦車、マーク I、日本の市政1号戦車、アメリカの t 1 0戦車などの戦車が挙げられる。ソ連赤軍の T-35 多方島戦車は、本社の計画とレイアウトに多大な影響を受けたものであった。 また、A1E1 が、e、大型、高価な戦車となることから、それを補うための小型、安価な戦車としてイギリスは、カーデンロイド豆戦車を開発し、多くの国が購入、あるいは模倣した豆戦車を開発し、間接的な影響を与えた。1924年に、イギリス陸軍参謀本部は、不評の支援なしに単独で、残豪を突破可能な重戦車の試作系を発注した。 1925年に製造され、1926年に、試作車が陸軍省に納入されたものの、資金不足のために開発は放棄されることとなった。現在、インディペンデント多砲塔戦車は、イギリスのボービントン戦車博物館で保存されている。後方から見たインディペンデント重戦車設計主務者は、ウォルター・ゴードン・スミス。インディペンデント戦車は多砲塔形式であり、 中央の砲塔はオードネンス QF3 ポンド砲を装備した。四つの副砲塔はそれぞれ水冷式の7 7トル、ビッカース機関銃を装備した。副砲塔のうち二つは前方に、もう二つは後方に配置された。コーナーに位置する砲塔は航空機に対処するために上下させることができた。車体全部に設けられた操縦席の後方に、 全周旋回可能な手砲塔が備わり、ここには社長用の全周旋回可能なキューポラが設けられた。各砲塔には目標指示器が装備され、社長はこの装置と社内通信機により射撃式を行うことができた。乗員は8名であった。本社には排気量35.8リットル、出力 370HP のアームストロングシドレー製。 V12 空冷ガソリンエンジンが搭載された。また、重さと速度を配慮して、特別に開発された新しい油圧ブレーキシステムが組み込まれた。ありがとうございます。